どうもたかしです。さあ私たかし現在ですね台南に来ております。こちら台南ねもう今11月ね暑いんですよ。まあそんな台南でですねなんと明日ですねちょっと変わったイベントがあるんですね。その名もシラヤチューフェイサー。このイベントがですねなんとこう自分で改良した自転車、まあそれをこう坂道走り込んだりとかちょっと変わったイベントがあるので僕それに潜入してみたいと思います。でそのイベントが明日なんで今日はですね皆さんにこの台南の美しい街をご紹介したいと思います。早速行ってみましょう。レッツゴー行きましょう。はい、ということで最初に来たのはこちら台南造船スーファー園中。こちらね多くの化石だったり体験ができるので、ね、早速行ってみましょう。レッツゴー行きましょう。こちらの博物館ですね体験ができるということで見てください。もうね多くの方々がやられてるでしょう。ちょっと僕もね体験してみたいと思います。行きましょう。ここはですね、あの化石以外でもこうした模型を使って昔の古来の時代からの様子っていうのを、ね、紹介してるんですよ。これ分かりやすいですよね。可愛いですしね。見てこれめっちゃでかくない？これマンモス。これ本物の化石らしいです。皆さんマンモス昔どんな姿か知ってます？ちょっと来てくれ。すぐすぐ通知えんだヤンズ。なお上こうやって変わっていってだんだん変わっていってで今の皆さんが知ってるこの形になったらしいです。このね。博物館行ったらお腹空いちゃいますよね。ということで次 お食事どころ行きたいと思います。こちらでございます。どうぞ。デレン、マサ。このマサユエンさんなんとあの看板メニューでこれ見てください、とんかつがあるんですよ。厚みがすごい。いただきます。ジューシーやないかい。そして、ね、見て景色よ景色。この景色が最高にいいよ。さあということで続いて私がやってきたのは寮はウェンチェンサンファンでございます。こちらなんとですねあの公共の大きな大浴場があるだけじゃなくてなんと貸し切りができる温泉があるんですね。素晴らしい。でちょっとね早速貸し切りの温泉に行ってみましょう。行きましょう。レッツゴさあ、そしてこちらがですね、貸し切りの露天風呂です。早速中に入りましょう。行きましょう。これね、ちゃんと一つ一つ門になってるんですよ。すごくないですか？で、これ中入ると、ほら、ここも全部自分家の場所です。家族と友達カップルと来たら、もうここ全部僕たち自分たちで使えるんですよ。でね、見てください。めちゃめちゃでかいですよ、ほら。もう僕こうやって横になっても、全然わかる。伝わる？このでかさ、めちゃめちゃでかいでしょ？お湯が溜まったんでね、早速もうね、ちょっと今日はね、全身入ると恥ずかしいんで足湯だけやりたいと思います。ちょっと失礼します。こちらの温泉ね、あの重炭酸温泉と言われてて美肌に効果があるらしいんでちょっと美人の僕、もっと美人になっちゃいます。はい、ということで入ってきます。あ、気持ちいい。めっちゃ気持ちいい。あの今秋口なんでね、ちょっと程よいっすね。ヌルヌルしてるというか、すごく肌にいいのが伝わってきますね、これ。あ、気持ちいい。これちょっと全部入りたいぐらいだわ。ちょっと今日もでもね、あの全身入ると恥ずかしいんで、ちょっとこの足湯で楽しみたいと思います。ちなみにですね、こちらの温泉もし暑かったりしたらですね、冷たいと暑いって書いてあって、これであの自分の、あの好きな温度に調節できるんですね。でこちら足湯だけじゃなくて水着を着て普通に全身で入ることもできますので、皆さんも試してみてください。見てください、めちゃめちゃでかくないですか。もうね、ちょっとこれ僕のスマホなんですけど、見てほら、同じぐらいの高さありますよ。でね、見てこのマンゴーがたっぷり入ってる。いただきます。うまっ。マンゴーのうまさよ。甘い。さあ、ということで今日の最後ですね、なんと明日こちらシラヤチューフェイサーのとね、あのイベントに参加しますので、今日はですねその前に腹ごしらえをしたいと思います。でこちらですね、今日なんとイベントがありまして、バーベキューのイベントがあるんですね。こちら見てください。見てこれ、すごくないですか、このテント。4芯の、ありがとうございます。ということで今日はですねここでご飯を食べたいと思います。もうお腹すいた。行ってきます。
お腹いっぱい食べました。もうねみんな大盛り上がりで、ということで僕もですね明日試合頑張りたいと思います。頑張ります。2日目になりました。今日はですね試合当日ということで、見てください、もうねめちゃめちゃレアなおじゃないですか。もう多くのね子供たちとかね親子で来ていて、あっちにはですね食べ物が売ってるこうブースがあったりするんですね。だからねもう親子で来たりカップルで来たらもうすごい楽しいイベントかと思います。さあそして僕が今日ですね参加する試合に参加するための自転車こちらでございます。見てください、ガオズーアイシラヤ、ありがとうございます、愛しております、好きでございます。さあそして見てください、これすごくない、ガンダムだよ。たかし行きます。ちょっとこれ見てほしいんですけど、チェーンがなくなってんすよ、ここわかるかな。だからこれ漕いでも意味がない。だからこれウートンリーじゃないですか、力入れなくても。だから坂道とかをこれで下ってこう試合をしていくっていう。で他のね選手たちもヘンチョンイーバースブス、見てこれとかも可愛くないですか。ちょっと皆さん本気で賞金を狙いに行ってるのかな。じゃあよ、はじめ。哎，我要上去了，好，我要上去。哎嘿，下一队是我们的高志爱西拉雅，是的，是是日本来的高志，是，我是来自日本的，是来自日本。今天怎么会想要来参赛？因为是我觉得这个比赛很有趣，因为大家都很有创意的自己的车子嘛。对，对啊，我刚刚去下面真的很吓到。在台湾中自己的车子了。对，哦，看一下怎么样？这车很帅耶！来，妹妹上座，快点，马上滑到妹妹，马上成功。对啊，很成功哎！对啊，因为是那个日本是有名的是动画嘛。哦。对，我自己也是喜欢动画，然后我就刚当就台湾日本这很红的东西，是我今天是设计这样子。哦，哎，我跟大家介绍一下哈，因为他也是非常的当红的 YouTuber， 所以等一下如果大家想要来追踪他的话，也可以搜寻一下日本来的高志。日本的高志，对，日本的高志。而且我要跟大家说，这太阳很帅哦。对，我的伙伴，啊，你的伙伴，结果你们的那个流量是不是大家都在看健太郎？对对对对对对，对，讲得很真诚的。那今天为什么没有看健太郎哎？他今天有点忙，忙其他事。好了，我们不要看了。哎，看一下嘛。不要，不想看了。好了好了，那今天的设计应该是双人对不对？对啊。有找了一个伙伴，对。然后等一下你出发，对。你信得过他吗 ？OK， 没问题。可以。你看起来不是很相信他。对啊，我也觉得。对啊，你相信吗？你自己吗？有骑过这样的车吗？没有，第一次。第一次哈。刚刚有一点担心哎。有点担心，担心哪里？就是因为很快嘛。很快，对。对，不一定啊，不一定啊。如果很重啊，它你们加起来很重的话，就会很慢。啊，真的？哦好。哦。他们两个人应该会比较慢一点。哦，好。或者是你在中间可以把它丢下车，啊，就会加速了。OK， 那你等一下准备一下。自己下车。在路上。工作人员搬不动啊，太重了啊。对。好，所以呢就紧张，就是觉得太快。嗨。哦，好的，没问题。那等一下呢，有没有什么讯息要跟大家分享？因为其实我觉得高志很可爱，你又一直分享一些台湾跟日本不太一样的一些文化，包含了早餐店。对，就是我在电视节目主持人，还有是自己的 YouTube 有分享台湾的东西，对，给日本还有是台湾的朋友们，所以是如果有兴趣的话，请收看一下。电视节目名字是台湾好吃惊，大家收看一下。台湾好吃惊，好吃吃惊，吃惊，好，台湾好吃惊。对 ，OK， 好，那下次可以来介绍一下我们的西拉雅的地方特色，然后让健太郎来体验一下，好吗？好的，那也谢谢你们。那接下来呢，我们呢，第有没有表演？自我介绍还是表演？没有没有，没有表演啊？啊，表演就健太郎。健太郎什么？对啊，没有啊，没有，好吧，可以吗？那就不看了。好了好了，没有了，想要自我介绍也可以了。好，还是有没有想要说的话？听众们，请注意我，谢谢。注意，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 注意我，注意。OK， 我想要第一名，谢谢。评审说收到的啦，阿姆哥吼，不可能啊。哎，还不知道吗？还不知道啦，对啊，还没到结果。也许啊，我们有一个最快奖。速度最快，真的吗？那你不要上好了，对啊，你蛮瘦的，应该可以很快，就是赢速度就好了，也可以，好不好？好，那等一下第一关，我们要来测分贝，先进希拉雅 Go，
先进希拉雅。先进希拉雅。Go！ 嗯，要大声。啊！哦。先进希拉雅 ，Go！ 很好。有吗？很好，有得分哦，有过85.9。耶！第一关成功。第一名吗？哦，还第一关第一名啊！每个人在第一关都第一名。好，我们没有第二名。OK， 好，准备好了吗？好，可以了。准备好上车。哎，你们没有人要推是不是？对，我没有人推自己。对。好的，加油哦！好。注意安全好吗？你们准备好，我们在倒数3秒的时候再出发好吗？好，可以的。好的，准备好，3、2、1 ，Go！ 还蛮紧张的。高姿哀希拉雅，你这个速度有什么担心？太快了，很快耶，还差那么快的。日本的高姿，等一下大家可以追踪他一下哈，好不好？他真的是呢，很可爱。好，继续前进当中，看看他有没有办法得到今天的第一名。他刚刚有说他想得第一就不能挑战低跳台啊，脚不能放下啊，低跳台成功通过。看起来好像不是很妙啊！来第二关，瞄准发型，高姿不要耍帅，你要是瞄准，你都没有瞄准。好，继续转弯。好，接下来呢，在我们的 S 弯区来看一下呢，有没有办法顺利通过呢？加油，很好，他就是在拼速度的，加油加油！也许搞不好可以得到飙风奖啊！来加油，看看停车位，停到4轮。有吗？好像有哦。好，来，接下来最后的问题，来考验问题，到底有没有办法回答成功？哎，跟中文他看得懂吗？好，我们来看一下他会不会好了。好，来看看 A B 到底要选哪一个呢？哎 ，OK， 正确答案，恭喜你们成功过关，还有芒果冰可以吃哦。可以，请大家可以来关注一下日本的高姿。好，接下来呢，来看一下我们的分数喽，73、74、73、75、77，也是不错啦。刚刚就不应该叫评审关注你的，你看关注成这样，哎，好了。さあということで試合が終わり、2日間のが終了しました。皆さんいかがでしたか？まずね、試合に関してもめっちゃ面白い。マジみんなにおすすめです。本当に来年ね、ぜひもっと多くの方が参加して、この白谷のね、この中フェイツホトンがもっとこう盛り上がるようにね、宣伝していきたいです。本当に面白かったんでね。そしてね、皆さん台南のね、おすすめスポットもぜひ行ってみてください。そして何より、白谷の中フェイツホトンの皆様、今回ありがとうございました。とっても楽しかったです。またぜひよろしくお願いいたします。ということで皆さんももしこの動画面白いと思ったらいいね登録よろしくお願いします。あ、来年はケンタロウも連れてきますんでよろしくお願いします。さあということでまた次回お会いしましょう。またね、バイバイ。以上广告是由交通部观光局希拉雅国家风景区管理局赞助播出。